すれぬし。日本で食べるべき郷土料理として紹介された福岡もつ鍋の真実。強制徴用で連れて行かれ、ご飯もまともに食べられず、鞭で打たれながら17時間労働するとき、ご先祖様たちが生きていくために作った料理が今、福岡の名物料理になっている。韓国の放送、運よく韓国の芸能番組が、もつ鍋の存在も知らない人たちに、本来ならば、もつ鍋イコール強制徴用された祖先の血と涙で作った、もつ鍋と事実を伝えても足りないのに。日本旅行に行った時に、必ず食べるべき食べ物だと褒めたたえながら、そんな日本の広報をする放送局の奴らはなんだ？21世紀の親日派だ。少なくともその食べ物の由来はきちんと韓国人に教えなければならないだろう。特に福岡もつ鍋は韓国人が迫害を受けた証拠と産物ですが、そもそも日本で食べるもつ鍋やホルモン類は全部日本人が捨てていたものを韓国人がお腹を沸かせながら拾って食べて、その料理の味を日本に知らせた料理です。焼肉のホルモン焼きも同様です。韓国の反応。韓国の放送が料理の歴史的背景を伝えないなんて最低だ。わあ、本当に知らなかった。とにかく放送局の奴らを処分しないと。日本を称賛する無能な奴らもつ鍋が好きなのに、本当に知らなかった。放送では、食べるだけではなく、由来も教えなければならないだろう。最悪です。www.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 
韓国では旅行番組には日本ばかり出る、はぁ、衝撃。テレビが狂っている、こんな内容の放送は、すべて日本観光庁の協賛で行われるものだよ。観光庁の広報予算の協賛が入ってきて。知らなかった、日本の顔色ばかり伺っている、売国奴ら。これはひどいね、僕の周りの人みんなに教えます。この放送はひどかった、もつ鍋は僕の好物なのに。日本の地方は産業は暗鬱で観光業に集中していたけど、韓国で流す旅行番組のおかげで一時は日本旅行が人気だったが、日本不買運動で日本地方の経済が大きく傾いた。韓国でホルモン、豚足、あらゆる内臓などの副産物を食べているのも、日本による植民地時代に赤身の部位を食べることができなかったため、食べずに捨てる副産物を中心に食べていたのが理由だ。日本人は韓国人の、そんな背景から日本人も内臓を食べるようになったと知っているのかな？日本は本当に嫌だ放送で、日本旅行の広報が本当にひどかった。日本の奴らは食文化がないから他人のものを自分たちの食文化だと言い張ろうとしていたよ。